い、YouTube グルービーをご覧の皆さん、お待たせいたしました。こんにちは。なんか朝からすごいね、時間空いちゃったね、はい、そうですね、ちょっと間が空いちゃいましたけども、ここからのお時間はスーパーフォーミュラドライバートークをお届けしてまいります。 MC の笠原美香と水村リアデーさんでお送りいたします。呼び捨てただろ。危ない危ない。はい、リアさんとでお送りします。よろしくお願いします。では早速今回のゲストの皆さんご紹介していきたいと思います。レッドブル無限チーム GO の大津博樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして PMU セレモイニングの坂口千奈選手です。はい、お願いします。よろしくお願いいたしま す。はい、お二人に来ていただいたわけなんですけど も、先ほどねフリー走行を終えて、はい、もうすぐでしたけども、はい、結構ね雨が降ってきてましたけども、ちょっといかがでしたか、はい、このフリー走行。SF のこんだけの雨量の雨、僕前回の鈴鹿で走れてなかったんで、もう雨量が多すぎて、もうハイドロ祭りで本当に危なかったですね。ハイドロ祭り、はい、祭ってた。祭ってました。結構もう走り出しから雨って多かった感じですか？いやいや、最初は大丈夫だったんですけど、途中から結構強くなって、まあでもオートポリスの雨は結構危ないよって聞いてたんですけど、はい、実際初めてだったんで、まあちょっと面食らいましたね。はい、やっぱサーキットによってその雨の感じって違うもんなんですか？そうですね、サーキットによってその ドライからウェットになった時のグリップの落ち方が違ったりとか、あとあのよく言う水たまりとか川ができるとかっていうのがサーキットによって違うんで、まあオートポリスは大変ですよ本当に。乗ってください誰か。乗ってくださいよということなんですけど、まあ今日ね、はい、この後、まあ一応予選があるんですけども、このまあフリー走行でまあ、しっかりと、ね、走れたかというと結構そのお休みというか、あの走ってない時とかもあったと思うんですけど、フィーリングというか車の状態だったりチームの状況というのはお二人いかがでしょうか？そうですね、まあ、あの本当雨量が少ない時にみんなタイム出てて、であと その雨量が増えてる時はもうみんなタイム更新してなかったんですけど、まあ、予選がどういう状況になるかわからないので、まあ、どっちにも対応できるようにセットアップとかをこう調整して予選に臨もうと思ってるところですね。はい、坂口選手はいかがですか？まあ、さっきのフリー走行でそこまで全てを見れたわけじゃないと思うし、勢力図もよくわからないんで、結構タイミングとかそういった要素が大きくなってきそうな予選になるかなとはあればですよ、うん、思いますけど、まあ、でもその中で一番こうなんていうんですかね、臨機応変にというか、センサーを張り巡らして美味しい時にアタックできるように予選には備えたいかなと思ってます、うん。まあ、そんな予選がタイムアタック の、いつもの方式から40分でした、はい、に変わったんですけども、その辺ってちょっとこうなんか変わってくるもんなんですか、ドライバーにとってその予選 の40分の間のどこのタイムでもいいっていうことじゃないですか、うん、そうです なのでタイヤも、言ったらその40分間の間に持ってるタイヤを全部投入できますし、うん、まあ、ノックダウンだったら Q1 取らなかったらもう1セットでニューって履けないんですけど、まあ、そういういっぱいニューを履ける機会はあるっていうのも嬉しいですけど、まあ、その40分間の間で一番ベストなコンディションでアタックするっていうのも結構タイミングでもあるので、まあ、そこはすごい難しい予選になるだろうなと思ってますね。坂口選手的にはどっちの予選の方が嬉しかったですか？ちなみにタイムアタック、まあ、ケージなのか今まで通りなのか。ですね、普通の元々の、ノックアウト方式だったら多分予選成り立たないんじゃないかなと思いますね。明らかに時間が足りないし、1回アクアタ出たり2回出たらどうするのっていう風になるんで、40分でも足りるかっていうぐらいだと思うんで、まあ、まずはそこをこの方式になったことには僕も正しい選択だったと思ってるし、まあ、でも気持ち戦い方もやっぱ変わるんですよ。結構 Q1、Q2、Q3 って結構なんていうんですかね、ドライバーにとっては神経を使う方式で、ノックアウトって言われるんですよ。心折れませんか、ね、あなたノックアウトって言われるんで、あれ結構、まあ、前回も僕ちょっと落ちてしまって、その悔しさを初めて味わったんですけど、はい、まあ、結構辛い部分もあるし、で特にこういう時だったら、いやもう一周アタックできたらとか、前に 誰かいなかったらっていう、そういうタラレバがもう本当にもう
いっぱい起きると思うんで、まあ、そういう意味ではまだ40分の方が少し公平なんじゃないかなと思いますね。うそうですね、みんなどの選手にも平等に40分が与えられてるっていうので、まあ、こう同条件っていうんですかね、うんうん、の中で、ね、予選を戦えるので選手にとっても、ね、今日はいいのかなと思うんですけど、うんはい、まあ、ただね天候が天候なんでね、ちょっとね、そうですよ、しかもなんか大堀の雨っていうと、あれ坂口選手一回そうです、デビューの時が2018年、ね、はい、多分オートポリスで一回走られてますけど、それこそこの車に乗せていただいてたんです。そうだね、15号車だったね。そうです、そうです、あ、そういうつながりなのかな今日は。あ、そういう、まあ、なんか何かしらよくこう縁があるんですよ、大津さんとは。あ、そうなんですか。そうなんです、僕が F3 にスピンした。ああ、まあまあまあ今ね F3 がやってますけど、そうなんです、なんか縁があって、まあ、あの F3 の時も同じチームだったりとかっていうのがあるんで、ね、年で言うと僕の方が5歳年上なんですけど、5歳年上なんですけど F3 のデビューが一緒で、あの SF のデビューも一緒なんで、一緒で、まあそうですね、全然年上に見てないんですけど。いや、めちゃ見てますよ、すごい。ちなみに普段なんて呼び合ってるんですか。僕大津さんって言ってますもんね。そうだね、さん付けで僕はセナって言ってるんですけど、ね、よかったです、なんかヒロキとか呼んでなかった。主演感が全然まあすごい、じゃあ昔からお二人とも。そうですね、よく、まあ、一緒の車でこうレースしてて、うん、でステップアップもお互いしてるので、まあ別に意識はしてないんですけど、はい、まあ、同じステージで戦っているので、まあ、あの情報共有とかたまにしたりしますし、うん、まあ、ライバルですけど、あのそんなにギシギシはしてないかなと思います。え、ちなみにお二人からしてその印象みたいなのってどう思ってですか。実は言えなかった今までの、そう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 、そういうの聞けたらな、なんて、俺実はこいつのこういうところが好きとか。あ、もう F3 の方に印象。そうですね、まあ一番最初に、あの一番最初じゃないかもしれないですけど、鈴鹿のガレージ、あの、うん、F4 とか FJ とかを走らせてるガレージ屋さんが一緒だったんですよね。そうだ、ん、ね、で南コースでフォーミュラーカーで一緒に走ったりとかもしたんですよ、うん、もう僕14歳とか多分それぐらいだったと思うんですけど、うん、なんかその頃から結構変わってない人で、なんかその時からすごいこう変わってる人から変わってる人だと思ってなんか、昔からずっとこう真面目で、うん、結構レースに対してすごい熱心な人で、うん、そういうところはすごい尊敬できるところなんですけど、うんうん、恥ずかしい、ね、恥ずかしくなりますよね。僕の尊敬できるところはどこですかね。自分で聞くそうですね、これだけのやっぱりねお話が出ましたので、まあ結構生意気っぽい感じなんですけど、まあ、実は本当、ね、ひたむきな感じ で、まあ、14歳とか16歳ぐらいで走ってる時の、なんだろう、16歳とか子供な、僕からしたら20歳ぐらいの時にセナを見てて子供だなと思うんですけど、意外となんか大人部分があって、なんかずっとコナンって呼んでるんで、コナンみたいな人だなって言ってるんですけど、コナン、なるほど、見た目は子供、頭脳は大人、まあ、そんな印象はすごいありますね。コナンだなって思って、坂口コナンだったね、はい、坂口コナンだったんですね。でも確かにそうかも、お話しするとすごくしっかりしてますよね、うん、見た目ちょっとこう童顔じゃないですか、若く多分見られると思うんですけど、高校生ぐらいにねちょっとずっと感じてたんですけど、うん、あ、そうか、でももう違うんだって思っちゃいました。そうそうそう、もうだって大人ですもんね、もうすぐ22になるんで。そうですよね、はい、です、全然まだ学ランとか着れそうですもんね、全然できるね。コナンなんて言うの、若々しく見えれますけども。でもお二人とも、ね、うん、今シーズン、まあ、新たに同じフィールドで戦われてて、ね、まあ、坂口選手はスポット参戦をされていましたけれども、まあ、フル参戦としては初、うん、二人ともはルーキーだと思うんですけれども、まあ、それぞれルーキーとして参戦してまだ2戦かな、はい、2戦なんですが、それぞれのこうスーパーフォーミュラフィールドを改めてどういう印象で今シーズン戦ってますか。そうですね、まあ、本当にタイム差が少なくて、特に予選においては Q1 から Q2 に上がる、 Q3 に残るためにも本当に1000分台の争いが毎回続けて、で僕も、うん、まあ、Q3 残れない、前回も Q3 残れなかったのも1000分の6秒とかで、まあ、そういう僅差な
でハイレベルな戦いだなと思ってるんですけど、まあ、チームメイトに野尻さんで今2連勝中の速いドライバーがいるので、まあ、野尻さんのセットアップだったり走り方を参考にしながら僕がレースできるっていうのはすごいメリットがあって、まあ、毎戦多くのことを学んでレース戦ってるって感じですね。坂口選手は、まあ、本当にハイレベルで、まあ、いろんなカテゴリーで、まあ、結果を残して、来たドライバーたちが集まってこうやって今戦ってるんで、まあ、もちろんレベルは本当に高いですし、まあ、さっきもありましたけどもうすぐ気を抜けば Q1 落ちちゃったりとか、全く上位に加われなかったりもするし、でもその中で上位4人ぐらいは常に上にいるので、そういったところでまだこう自分と差があるのかなとも思ったりするし、まあ、まだまだ勉強していくことが必要ではないかなと思いますね、この選手権は。はい、選手権のまあ難しさっていうところを、まあ、もう今週末で3戦目ですけども感じていると思うんですけど、まあ、今1戦2戦で野尻選手が大きくリードしちゃってるじゃないですか。止めてくださいよ。止めてほしいですいや、強さの秘訣何なんですか、大津さん大津さんが一番間近で見てると思うん で、ね、僕も気になるんですけど、やっぱり車のに対して そのノウハウの量が半端じゃなくて、で、まあ、同じ車を今年で3年目ですかね、乗っているっていうのもあるとは言ってたんですけど、まあ、何があって何が良くて何が悪いかっていうのが少しの周回数でパパって判断して、で正解の方に持っていく速さがやっぱ尋常じゃなく速くて、それがなんだろうな、僕とかは今も今回のセッションも探り探りでやってるところでもうすでに完成形に近づけていっちゃってるので、まあ、そういう短い走行時間の中で仕上げるっていうのが本当に長けてるなと思いますね。引き出しの多さとかなのかな。そうですね、引き出しも多いですし、エンジニアと対等にこう話せるドライバーでもあるなと思ってて、そういうところも間近で見ててすごいなって毎回感じてます。そういったこうドライビングの能力だけじゃなくて、そのマシンのセッティングだったりとか、そういうところのなんていうんですか、読み解いていろいろそのエンジニアさんとこう会話しながら作っていくところも結構このスーパーフォーミュラでは大事になってくる。まあ、特にワンメイク GT と違ってタイヤもワンメイクですし、エンジンも2種類しかない、2メーカーしかないカテゴリーなんで、まあ、そういうセッティングの差って本当に大きく出ちゃって、でも走り出しからセッション進むにつれてどんどんセットアップとはよくしていけるので、まあ、そこはドライバーの差も出ちゃうし、まあ、僕はまだまだ足んないなって毎回感じてますね。なるほど。っていう部分だとやっぱ坂口選手もね、今シーズンはルーキーということですし、これからもっとやっぱりチームといろいろとそうマシンを組み立てていくというところはこう後半に向けて仕上がっていくような感じですかね。まあ、もちろんそこが大事になってくると思いますし、まあ、ルーキーなんで勢いで走るのは、まあ、もちろんいいことなんですけど、そのいい例悪い例、その成功体験とかその失敗体験が少ないんですよね。これが今すごい問題で、じゃあめちゃくちゃいい時ってどういう感覚なのっていうのを僕らはまだ知らないわけですよね。でもやっぱポール取ったことある人だったり、レースで後ろを引き離して勝ったことがある人だったりっていうのはその軸を分かっていると思うんですよ。そこの差がやっぱりでかくて、だから僕らもその経験って常にそれを言い訳にせずに、まず結果を残して、その、まあ、その成功体験を軸に戦っていく必要があるんじゃないかなとは思いますね。坂口選手 のチームメートの坪井選手は、まあ、昨シーズン、ね、2回も優勝を、ね、遂げているので、まあ、そういった意味でも大津選手は、野尻選手から盗める、まあ、言葉はあれですけど、盗めるところも多分あると思うし、坂口選手もその坪井選手がこう盗んでいけるところってたくさんあるんじゃないですか。まあ、そうですね、去年唯一の2勝をしているドライバーだし、まあ、昔からもう速いドライバーっていうのは分かってて、まあ、本当速いんですよ今年もあ速いなっていうドライバーで、でもやっぱ真面目でこう勤勉で、レースに対してすごい取り組んでる人なんで、そういった姿勢をやっぱ自分は学べるし、まあ、間近で、データを見たりとか会話も結構多いんで、すごい自分には助かってるかなとは思いますし、まあとはいえ自分がこう引っ張ってもらってるだけでもダメなんで、
ちゃんと成績を上回ったりして、お互いがこうお互いを引っ張り合って、セルモインギング的にその向上できるようにしないといけないなと思ってます。楽しみですね。いいですね、はい、なんかね、もうなんか2人共通して、まあ、みんなそうなんだけど、はい、すごくもう真面目で、なんだろう、一生懸命真面目若いみたいな、もうそういう2人がもうなんかね、いや真面目って言った瞬間ちょっと2人とも目泳いだけど大丈夫かな。もうサーキット出たら不真面目なんで。やってくれよ本当に。ずっと変わらないでしょ。そうなんですか。変わらないですよ。そんな一面持ち合わせてますか、オツ選手。オツ選手本当謎なんですよね、なんか。そうなんです、全然こうプライベートとか、うん、言わない人で、うんうんうん、ちょっとコメントで来てて、ね、気になる質問ぶつけてもいいですか。いや、やめときましょう。それは答えましょうよ。ちょっとどうしてもファンを代表して、はい、ちょっと薬指の方が気になるみたいなんですけど。あ、はい、やっぱね気になるよね、はい、気になりますわ。そうですね、まあ本当プライベートですけど、まあ、結婚はしたんで。声が小さいな。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。家族の力もね、なんかお母さんみたいな気分になってきました。それは早いです。そして坂口選手はストーリー、スーパーフォーミュラーのストーリーの方に、はい、今までのレースだったりとか追い越しとか、はいはいはい、そういうねところの部分をね配信しているものを今回、フューチャーして上げさせていただいてるんですけども、うん、ぜひそちらね、はい、見ていただけると坂口選手のこうレース人生じゃないですけども今までのねものが見れますので。たくさん聞かれました。結構あれってどのくらい聞かれるんですか、はい、取材というか。いや、まあ、電話で1時間半ぐらいでした。はい、すごく細かい、いろいろなこんなとこまで聞いたんだっていうね、はいはい、情報まで入ってますもんね。三島駅で、はい、さあ帰ろうと思ったら、はい、その電話で、あ、そうだその日だと思って、なんか三島駅のベンチで1時間半ぐらいずっと。あれ、お父さんにも取材されてないですか、坂口先生。父には多分別日に。すごい、はい、徹底取材です、スーパーフォーミュラ。大津選手の方はもう実は乗っていて、はい、前回かな、ね、坂口選手の前のやつ、はい、あれはね本当ね泣かないで読めない文章ではない。そうですね、読んでない方ブルールとね、はいはい、2人のお二人の、はい、ストーリーですね上がってますのでぜひ注目してください。はい、はい、ということで、まあ、もうそろそろねお時間もということですので、まあ、ちょっと今日ね予選そして明日のねレースとちょっと天候の方は、まあ、心配される週末となってますけども、まあ第3戦どんなレースにしていきましょうか。そうですね、本当天気が不安定で、まあ、こう予報を見ると今日の午後からもっと9ミリとかすごい雨が降る予報なので、まあ、どうなるかわからないんですけど、まあ、明日の決勝もでは、まあ、明日の予報を見ると雨量は少ないかなと思うので、まあ、明日しっかりこうレースをできることをまず願ってますし、まあ、僕自身としてもポイントは前回取れましたけど、やっぱり表彰台にはまず乗りたいなと思っているので、まずは表彰台、獲得を目指して精一杯頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。では坂口選手お願いします。はい、まあ、雨はほぼ確定だと思うんで。そうですね、ここから晴れたらマジミラクルですね。はい、まあ、誰か晴れ男がいるんじゃないかって思うぐらい、もう今回は雨確定だと思ってるんで、はい、うん、まあ、あとは雨量の問題ですよね。どこでどのぐらいの雨が降るかっていう、まあ、誰も読めないんで、そこはやっぱ臨機応変に対応する必要があると思うんで、そうですね、まあ、まずでも予選すごい大事です。後ろ走れないんで、もうウォータースクリーンで見えないですね。もう全然見えないですね、練習の段階から。うわ見えないなと思ってたんで、まず前に並ぶことが絶対大事だし、で、まあ、生き残りさえすれば結果がついてくるなっていうぐらい荒れると思うんで、きっちり戦っていきたいなと思います。そうですね、まあ、ちょっと予選どんな展開になるか分かんないんですけども、まあ、お二人には頑張っていただいて。そうですね、ルーキーがこうなんていうの、結果をレースを荒らしてくれるというか、いい意味で盛り上げてくれる存在の二人になってほしいなと思います、はいはい、お願いします。頑張ります。頑張ります。頑張りますが弱くないですか。なんかね、ちょっともうちょっと頑張ってもらわないと困るんですけど。頑張っていただきたい。お二人にはですね、頑張っていただきたいと思います。この後は予選です。これで以上でスーパーフォーミュラドライバートーク終了となります。大津博樹選手と坂口聖奈選手でした。決勝レースの予選ですね。まずはご健闘をお祈りしております。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。
この後のコンテンツは、12時半頃で大丈夫ですか？12時40分頃ですね。12時40分頃から自動車評論家諸角武彦さんにお越しいただき、私とエリアさんと一緒に予選直前のテクノロジーラボラトリーをお届けいたします。それでは準備が整うまで、少々お待ちください。